今回のキックオフ東海は前回に続き韓国から来た熱き闘将、その強靭なフィジカルで最終ラインを統率するハチャンレ選手が登場。プロになる夢はずっと持っていたんですけど、実際は厳しかったです。練習生からプロ契約を勝ち取り、今年の6月には念願の韓国代表に初選出。憧れ続けたワールドカップへの思いを激白。ワールドカップは幼い頃からの夢、今回が最後のチャンスだと思っています。教えて、セイリが東海地区のサッカーを全力応援。それでは後半戦スタート。韓国の育成年代事情を教えてください。どんなトレーニングを小学校の頃はよくしてましたか？ボールも触っていたんですけど、走るトレーニングが多かったです。30歳はい中学校高校に行くと高校か、J リーグクラブチームどっちかにこう選ぶんですけど、韓国も同じですか、システムは？ユースに入れるのは選ばれた選手だけで、選ばれなかった選手は高校のサッカー部に入ります。チャンセスはユースですか、高校ですか？僕は高校でした。ユースも目指したんですか？本当はユースに入りたかったんですが、競争も激しく狭き門だったので入ることはできませんでした。大学に行ってると思うんですけど、大学は強い大学だったんですか？ OB の中に有名な選手も結構いました。ずっとプロになることが夢だったので、大学の時はその夢を叶えるために努力していました。韓国人選手といえば、相手に競り負けない強靭なフィジカルが特徴。チャンレ選手も圧倒的なパワーを持つディフェンダーですが、その筋力どうやって身につけたんですか？僕がやっているのはパワートレーニングです。ポハンにいた頃から7年くらい続けています。どんな筋トレなんですか？瞬発的で爆発力のあるパワーを身につけるウェイトトレーニングです。ユースはいきなり大学に入って、いつぐらいからプロを目指したんですか？僕は子供の頃から上手い選手ではなくて、大学卒業後はじめは練習生としてインチョンユナイテッド FC に入りました。ずっとプロになる夢を持っていましたが、簡単な道のりではありませんでした。大学卒業後プロ契約には至らず、練習生からのスタートとなったチャンレ選手、自らの力でプロの夢をつかみ取った裏には人知れぬ努力がありました。最初は厳しい状況でした。先輩も多くて外国人選手もいて、自分は練習生としてチームに入ったので、ここで結果を出さないと生き残れないと思っていました。だから毎日自主トレに励んで、その自主トレのおかげで自信が持てるようになり、ピッチでもパフォーマンスを見せられるようになったんです。唯一違いを感じたのは、昨シーズン MVP に輝いたあの選手でした。誰ですか？他の試合では感じることはなかったんですが、唯一神戸の大迫勇也選手だけは周りの選手と少し違うなと感じました。昨年リーグ MVP に輝いたヴィッセル神戸のエース大迫勇也選手、チャンレ選手が感じた他の J リーガーとの違いとは？派手なプレーを見せるタイプの選手ではないと思うのですが、経験も豊富だからか瞬間的な動きがうまく予測できないプレーが多かったです。
なるほど。日本人選手と韓国人選手のなんか違い感じるとこありますか？日本人選手は動きがスムーズで柔らかくてシンプルなプレーが多いと思っていますが、韓国人選手はフィジカル系やスピード系の選手が多いですね。日本人選手はつかみづらいテンポやタイミングでプレーしてくる選手が多くて、そういうところも違いだと思います。持ち前のフィジカルを生かし、ディフェンスの要としてチームを支えるチャンレ選手、さらなる高みを目指しある選手を研究しているそうで、バンダイクどうすればうまくできるか、トップクラスの選手のプレーの映像を見て実際に試したり勉強したりしています。今シーズンここまでなんか自分のベストプレーってなんかこのシーンっていうのはなんか覚えてますか？町田戦で体を張ってシュートブロックしたプレーも覚えていますが、柏戦で自分がゴールを決めたことが一番印象に残っています。開幕から3連敗、苦しい状況で迎えた柏レイソルとの一戦。こぼれ球に反応し右足でゴラッソ。チャンレ選手の J リーグ初得点がチームを今シーズン初勝利に導きました。サッカーをやっていれば誰もが憧れる大舞台への思いとは？やっぱりワールドカップは韓国代表として出たい。でワールドカップは幼い頃からの大きな夢の一つです。自分の年齢を考えると今回が最後のチャンスになると思うので、次のワールドカップは絶対に出場したいです。当時小学生だったチャンレ選手の記憶に深く刻まれた2002年の日韓ワールドカップ。あれから22年の時を経て念願の韓国代表に初選出。初めての代表活動は大きなモチベーションにつながりました。初めて選ばれて素直に嬉しかったし、頑張ろうと思いました。名古屋グランパスでのプレーが初めての代表入りにつながったと思うので、チームにはとても感謝しています。ワールドカップもしくはこの後韓国代表として日本代表と戦うことにこの先もしかしたらあるかもしれませんけど、すごく楽しみにしています。僕は今グランパスでも全力でプレーしていますが、韓国代表として試合に出ることになったら日本が相手でも絶対に勝つという気持ちで戦うし、日本代表はいいサッカーをするチームなので面白い試合になると思います。実直で熱くチームのために奮闘するチャンレ選手、残りのシーズンにかける思いとは？名古屋グランパスの選手として毎試合 100% 最善を尽くしていい結果を出すというのは当たり前で、このチームで1回でも優勝トロフィーを掲げたいです。僕は派手なプレーで注目されるタイプの選手ではないですが、後ろから声を出したりチームを鼓舞することはできます。自分が犠牲となって身を投げ出し体を張ってプレーする姿を見せていきたいです。韓国語がうますぎてびっくりしました。내가말했는데형이말씀안하시고바로알아듣셨거든요。チャンレ選手のさらなる活躍に期待しています。ナンバーワンは誰だ？番組オリジナルコースで争う小学生対抗のタイムアタックバトル。
3メートル間隔に置かれたポールをリフティングしながらすり抜ける合計30メートルのコース。リフティング王に輝くのは誰だ。今回の挑戦者は西部 FC の6年生藤崎亮太です。40秒以内頑張るぞ。西部 FC ゴールキーパー背番号20藤崎亮太。さあ始まりましたリフティングタイムアタック。左足で順調に進んでいきます。非常にいいペースでボールを見つめながら前へ前へと進んでいきます。ここまでは本当にいい形、冷静に、おっとポールに当たってしまいミスが出てしまいました。しかしここも落ち着いてもう一度やり直しです。このあたり多くの選手が苦労する折り返しのポイントですが、ゆっくりと、ここは右足も使いながらゆっくり、ちょっとまたボールを落としてしまったが改めてやり直しをしています。しっかりとボールを見て、普段はゴールキーパーキャッチングが得意という中、このリフティングタイムアタックに挑戦をしています。ミスもありましたがゴールが見えてきた。間もなくゴールです。またボールを見て最後まで落ち着いて今ゴールしました。最後まで諦めずにチャレンジした亮太くんのタイムは1分7秒07。亮太くんナイスチャレンジでした。名古屋グランパスはアウェーで FC 東京と対戦、 FC 岐阜はホームで相模原との一戦。みんなで応援しよう。どうですか。まあ愛しとっすよ